唐倉町での決戦はエスパーダを撃破した五帝十三隊が優位に立ったかのように思えた。だがエスパーダを見限ったアイゼンは自ら刀を抜き、圧倒的な力で次々と隊長たちを倒していく。レコムンドから帰還したイチゴがわずかな隙をついて一撃を与えたものの、体に砲撃を取り込んだアイゼンには通じない。アイゼンに翻弄されるイチゴ、そこに現れたのは黒崎一心、浦原喜助、そして四方院夜一の3人だった。アイゼンの進行に備え策を巡らせていた彼らは力を合わせアイゼンに挑む。行くぞ。夜市さん、そろそろわしらの出番のようじゃの。行くぞ。どうじゃ、もう一つ。どうじゃ、ここまでか。そらそら、そら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 、ここまでか。そら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 、ここまでか。殺しそう、黒崎一護。今のが私の最後です。十分だ、傷は負わせた。傷、こんなものが傷だ。超速再生、超速再生じゃない。これは主に対する防衛なのだ。それは砲撃だ。もう一つ君の霊圧か。素晴らしい、よく成長したものだ。私の黒崎一護、君の今までの戦いは全て私の手の上だ。私は、君こそが私の探求における最高の素材なのだ。そう確信して君の成長を手助けしてきた。一度もおかしいとは思わなかった。今までの君の戦いの相手が皆君の力と拮抗した状態にある時に戦っていること、出会いは運命だと思った、襲撃は偶然だと思った、戦いの勝利は君の努力の結果だと思った。さっき言ったよな、俺があんたの探求の最高の素材になると確信してたって。なんでだ、何を根拠に一体いくつを確信したんだ。最初から私は
君が生まれた時から君のことを知っている。君は生まれた瞬間から特別な存在だった。なぜなら君は人間と。喋りすぎだぜアイゼン。よく名付けたものだ。まさしくこれは神なら神ならざる者との交わらざる知恵、言葉に満ち崩す力だ。来たイラハラキスケ。お久しぶりっす、アイゼンさん。宝物と融合した。融合では従えたと言ってもらえば、君が押し切れなかったと思ってくれ。もう一つ。君か、司法院夜市。しばらく見んうちに随分と見違えたの。何事も進化の途中というものは醜いものだ。来たまえ、術だろうが力だろうが今の私には決して届かぬということを教えてやろう。私を倒すために練り上げた手段の数は君たちの努力と力の証。そしてそれはそのまま君たちの持つ希望の数だ。ならば私の成すべきはその全てを打ち砕く。さあ次の手を打つのは地方院夜市浦原喜助、そして黒崎一心。終焉だ。
手加減はできんぞ。理解できていない。君の打撃など何千万どうが私を倒すことはできやしない。甘いな。どうした。甘いな。終わりじゃないよ。早く次の手を打つがいい。最後の一つを積もう。一つずつ美に砕いていく。死ねる。覚悟するのじゃない。医師さん、あの姿になってアイゼンの霊圧は全く読めなくなっちまった。確かに恐ろしく強いのに、そこに何もいないみてえに感じる。君の悪い話や。やるね。いい攻撃だった。今の攻撃も理解したよ。そろそろ私の力も理解してもらおうとしよう。